上げてくださいよ。これでそうだな。はい、しろって。暑いっすね。ちょっと何分で決める？もう何分何分？さあ今3分30秒ぐらいですね。殺せよお前本当に。何？はい。なんだお前。いやもうちょっと上げないかなと思って。何言っとんのお前、しゃがめよじゃんお前。土日に俺が生まれたら上げてやらな。なんだお前、何を悪いの。いや笑ってます。どうで、あビビビビビビというドッキリ企画なんで、この後は相手だ。ちょっとね、わざとね、わざとあいつがやりきね。ちょっと怒ってる、もう怒ってる。だいぶちょっとやばいですね。ピリッとしてほしい、ピリッとしてみた。ピリッとして。腹立つな、あいつ。車なんていう名前ですか？ G63。G63。G63。ゲレンデでしょ？ゲレンデ暴言。ゲレンデバーゲン。ゲレンデバーゲン。へぇ、1000万ぐらい。おぉやば。ちょっと社長、もういい、もう一回ちょっと運転させてもらいますかね。もう帰りたいんだけど。ちょっとだけ流してくれないです。ちょっとだけ、まあ友達の中なんで大丈夫ですか。あんま嫌だな。いいですか、じゃあ本当に運転していいですか。うん、ブレーキ踏んで。はい、これバックのやつ見とって、バックのやつ。バックのやつ。危ない。先生先生先生。ほっとごめん。危なかった。ごめん。なんかめっちゃ塩。危ない。ごめんなさい。ほっとごめんなさい。やば、怖っ。ぶつけそう。はい、いい。気をつけてくださいね。で、ドライブ。はい、じゃあ。ダメですか。ね、あれですよ、ね、ちょっと、はい、ちょっと言い過ぎなんですか今日。え、ちょっと今日言い過ぎなんですか。いやそんなことないですよ。この前も思ったんですけど、はい、まあ、ちょっと言い過ぎだなと思って。いや全然。いや、まあ、でもね、社長あれ、いやあれ、いやちょっと、まあ、YouTube だからちょっと言い過ぎないですか。え、ちょっと、いやちょっと、まあ、YouTube だからちょっと言い過ぎないですか。これ嘘ですか。これなんすか。これいやガチっすよ。これなんすか。これいやガチっすよ。もうちょっと謝ってください。あ、すいません、ごめんなさい。本当ちょっと言い過ぎじゃないですか。はい、今日はですね、社長にちょっとドッキリを仕掛けようかなと思ってます。よし。よく社長があのピコハンで叩くじゃないですか、職人さんを。あれ逆に叩いてみたっていう、ちょっとドッキリ仕掛けようかなと思ってます。高い方が大きい方が楽しい。はい、そう。楽しい。なんかおかしくない。なんか不機嫌。10時半でいいよ。もう10時半だからお前、いきなりなんだお前。結構痛かったじゃん。え、どういうこと。いや、ちょっと待って。いや、何よ。コモに色仕掛けをしてみようと。おお、ね、いける。頑張ります。もうめっちゃ笑っちゃいそうで。さっき打ち合わせしてるけど、いやマジそれ無理っすよとか。いやもう本当に顔にすぐ出ちゃうんですよ。いやあいつアホなんで分からんでしょ。あーですかね。だったらいいですけど。結構彼女といい感じですか。そうだね、4月から同棲始めたから。あ、そうなんですか。うん、順調かな。あ、この後時間ありますか、仕事終わり。あー、ないことはないけど。どうしたの。いやちょっとこの後2人でご飯行きませんか。2人。はい。いや別にみんなでいいかな、僕は。ああ、本当ですか。うん、あ、私、その2人で行きたくないですか。
え、どういうこと？いや、ちょっと、うん、ちょっとな、コモハラさんと仲良くなりたいなと思って。うちのナンバー2、お、俺と12年一緒に、おー、相方女房みたいな、まあ、マネージャーですよ、うん、もう店長の上にちょっと待ち合わせかけて、うん、今流行りの闇営業、おお、旬ですね、直接やろうと。マジっすか。もう会社倒産でって安くなるでしょって、はい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 、あんたもいいやん、儲かるなって言って、はい、行った場合に、うん、まあ俺そいつ絶対落ちないと思うんだけど、うん、それを落とせるかどうか。おぉすごい。え、何のお仕事されてるんです？塗装屋ですね。あ、塗装屋なんだ。あ、そうなんだ。あの、じゃあさ、私家が今もう築20年なんだね、はい、それを、はいはいはい、それって塗ったりとかしてもらえるんだよね。そうですね、戸建てが僕ら得意で。あ、そうなんだ。ちょっとそう、ちょっと話聞いてもらっていい？お兄さん、ちょっとちょっと、そっち行くね。はい、ちょっと話聞いてもらっていい？安くさ、個人的にできないの？まあ、これね、落ちたね、これやばいですね。個人的にっていうよりも、うち逆に会社通したのが逆に安いと思います。いや、もう会社通さんでいい。小林君とかお父さんでもいいから。めんどくさいしもうお兄さんイケメンだから、もうそれでやりたいから、お兄さんの顔と権力と力で安くしてって、個人的にって、今誰もいないしって。わかりました。これでも社長来て言ったらダメですよ。社長来て言ったらいかんよね。ダメですよ。ダメとかんというか、これ闇営業になっちゃう。ダメです。ハンドメイド、はい、ちょっと名前がちょっとやばい、ね、やらせ家具店。社長金銭家具あれなんで。あ、お疲れ様です。お疲れ様です。あ、ちょっとカメラ、あの社長サプライズなんですけど、あ、これ気づきました？え、気づきました？これサプライズ。ちょっとそれカメラ回ってるの、なんで？こんなごせやな。もうこれサインできんやんわ、これ。領収書だったら、これ一応ね、ルール上、まあこれ見せれるのかな、会社名書いておこう。これ会社名入ってます。そうですね、会社名。今日のまずターゲットは、はい、手足くんだね。おお。最近ちょっと YouTube で出て、出て調子に乗ってる。企画としては今四日市であのマンションやってるから、そこで住民さんのふりして、はいはい、ちょっとクレーム行ってみようっていう体なんだけど、はいはい、部屋見てない？部屋覗いてない？覗いてないです。いや、なんかすごい視線が感じるんだけど。はい、でパンツが一枚なくなってんだけど、誰か取った？取ってないです。取ったでしょ。絶対誰か見てる。夜とかも誰かいない？夜、うん、夜とかちょっとガタガタってして、5時とか6時に、いや視線がすごい感じるの。そう、私基本家の中でマッパなの。マッパなの。ちょっと今日洗浄なんで、はい、社長水ベタベタにしてやろうかなと。やりますか？やりましょう。やって、怖っ。本当に怒ったらちょっと本当にお願いしますよ。せっかく洗っても跳ね返っちゃうんで、なんでまあ縦向きとかにやってあげるといいですね。なるほど。やってあげるといいですね。なるほど。ちょっとあれでしょ、まあ、洗浄っていうよりも、そうっす、表面感じね。あー、なるほど。そうそう、まあ、普通にあ、やばいやばいやばい。全然流せずでいいと思うね。はい、大切です。ウドデッキなんですけど、うん、一部分がちょうどもともと割れてるんですよ。これ割れてんだわ、ほんと運よく、うん、これを、うん、ちょっと踏ませようと思って。踏んで踏んでイチャモンつけます。あれ、え、とりあえずお客さんにちょっと報告して、ちょっと部分で買えるか全部買えるか。いや、部分は絶対無理。これ全部直さなあかんと思う。
これいくらぐらい治ると思う？これ全部ですか？うん、20万ぐらい。20万。いやいやいや、そんな20万って無理でしょ。200万ぐらいでいくよ普通に。ビスの数が数えてみせんのこれ。コマショーチャンネルってさ、あのコマショーさん、あの女子とね、レコミヤさん、寺西くんにドッキリを仕掛けに行こうぜって。ドッキリとかどうやってやったんですかとか言って、まあ、あー覚えたいみたいな感じで、そうさ、寺西くん頂戴したマンションじゃん、はい、でそこにドッキリを仕掛けに行きましょうと、客のふりしてて、あのおばちゃんバージョン、はい、男性バージョンでちょっと文句言いましょうと、関西弁で文句言ったらみんなビビるんじゃねえなっていう体で、なんかね、寺西くんの話を、いやすいませんすいませんって言うと思うわけじゃん。それやろうっていう、多分サムネイルも多分それになってるんだけど、あー、ね、逆に皆さんね、サムネイルもそうなったと思うんですけど、だけど本当違うんだよね。まあ、包んでけっすね。そうそうそう、これもそれ見てまたこれ、軽く気をつけます。あの、全然俺弁償とかしますもんね。そんな靴が1足ぐらい、2足ぐらい。社長さんいますか？はい、社長さんとかいます？あ、社長いないですね。はい、社長さんいないですか？あ、会社にいいですけど、忙しいんで、ちょっと靴一足二足でちょっと動ける社長じゃないんで。すいません。あのラファエルの動画がなんかちょっと最近見て、うん、みんな見たじゃないですか、はい、あ、ちょっと社長にやるっていう体で今撮ってるんですよ。これ社長知らないんだね、もちろん知らないです、ね、なんでもう僕と寺見潤がもう頭をね、そうですね俺にこうやって無茶振りしてくるんだね見る、はい、なかなか見ないんでしょう、はい、うわやばっちょっとこれはやばいでしょ。これこれで1000万、1000万1000万おろしでやってやばいでしょ。やばいっすね。結構本物です。結構分厚いっすね。いや本物だぞマジで。これジェイクです。あ、ちょっといいですか。はい、ちょっと打ち合わせだけお願いします。もし何かあったら本当に怒ってください。やったんだお前ら、アホ、てめえよ、おい